放課後シンデレラ。どうも平成ヒッピーです。やっていこう。うん、まさかのね、オープニングテーマ曲が流れた後、もうここで終わりかなと思った後ね、だいぶ続いてる。嬉しい。やっていこう。なんかもうこの時点でキラキラしてない？なんとなくアウェイな気配を感じます。ある日の放課後、たよりさんの提案によりこの町のカップルやイケてる人たちが集まるという通りにやってくる。リア充よろしく、下校ついでにタピオカでも飲んでやるかというノリでやってきたのだが、校門から左に曲がった時点ですでにリア充の冷圧に押されるひ弱な俺たち。ああ気が重い。タピオカを喉に積もらせ詰まらせたらどうしよう。俺を誘っただけあって頼りさんも不安げだ。いやー、くずみくんがいれば怖いものなしですね。大船に乗ったら金棒が置いてあったみたいな。前言撤回。全然そんなことはなかった。さっきまでの威勢の悪さはどこに行ったんだ。1たす1は2じゃないってことですよ。くずみくんが加わってくれただけでリア充レベルも上がってますしね。上がってるかな。だって異性のお友達とおしゃれな街を巡るのって余裕のあるリア充って感じがするじゃないですか。確かに昔はそれが普通だったんですけどね。男子も女子もみんな一緒に遊んでたので最近はなんか寂しいです。たよりさんは今でもみんなと遊びたい派？はい。だからお友達が恋バナとかしてると大人だなーとか進んでるなーって思います。恋愛にはあまり興味ない感じ？いえいえ、バリバリありますよ。恋愛漫画とかすっごい好きですし。ただ今はここに来たばっかりなのであっち行ったりこっち行ったりの方が楽しいんですよね。ありがとう。それに俺を誘ってくれてありがとう。というか、まだ実体験がないのでしっくりきてないみたいな感じですかね。それはわかるかな。俺も恋愛ものとか見て憧れたりするけどいまいちピンときてないというか、ここで言う恋愛ものとはエロゲのことである。女子って恋バナすっごい好きなので誰が好きとかあの男の子のこと好き同盟とか組んだりするんですけど。わあ、絶対裏切りがありそう、その同盟。そういう時私はカブトムシ捕まえたりしてるんですよね。カブトムシ。ん？どうしました？いや、なんでもない。弱点を知られたくなくてとっさに白を切る。俺実はちょっと虫が苦手。いつの頃か甲虫の腹部をまじまじと見ていたらなんかダメになった。すげえわかる。俺もカブトムシ大好きだったのに裏返してみてもうゴキブリにしか見えなくなってからちょっと苦手だ。こういうのが大人になるってことなのかもしれない。たよりさんって無邪気な子供みたいなんだとみたいなところあるから知られたらやばい予感がするんだよな。なので昔はカブトムシ博士なんて言われてそのキャラで行こうと思ってからはカブトムシの研究をいっぱいしたんですよ。そうなんだ。知ってます？カブトムシの幼虫って目がないので顎を鳴らして他の昆虫とぶつからないように。本当に詳しい。あ、たよりさん見えてきたよ。話を中断させたくて俺はまだかなり遠くにあるアーケードの入り口を示す、指し示す。時点でおしゃれですね。あー、なんかたよりさんのテンションの高さなんかいいよな。カブトムシもリア充も俺にとっては縁遠い存在なのである。あ、キラキラしてる。キランキランですね。よし、お先に一歩どうぞ。俺はいつだってレディーファーストなんだ。ジェントルメンファーストの準備はいつだってできてますよ。おしゃれな通りの入り口でゴニョゴニョすること10分。俺らはループもののごとく同じような会話を繰り返していた。ダメだ、こんなことしてたら日が暮れる。こうなったらせーので入ってみない？せーのですか。確かにいい作戦ですね。わかりました。それで行きましょう。一歩踏み出すふりして俺だけ生き贄にするのはなしだぞ。もちろんです。そんなことをしたらヒリアが一人で入ってきたぞ、捕まえろってことになりかねませんから。分かってるじゃないか。じゃあせーので行くぞ。せーのって言ったらダンだからな。
ーのダンですね。わかりました。あ、ちょっと待ってください。深呼吸を。お、俺もすーはーよし。周りを見渡して人が通らないタイミングを見計らうと、俺と頼りさんは覗き合う、うなずき合う。せーの。ふう、やっちまったぜ。アームストロング曰く、これはリア充にとっては小さな一歩だが、キリアにとっては偉大な飛躍である。こいつめちゃくちゃノリいいな。詳しくは存じ上げないけど、いいこと言うな、アームストロングさん。しかしやっぱり外から眺めている華やかさが目にしみる。ここは夢の国か。さすがにあれレベルではないかなと。冗談だから、とりあえず歩く。そうですね、ぎこちなくしてたらヒリアだってバレますから。なんとなく道の端っこの方を歩きながら、二人で通りの様子を恐る恐る眺める。さすがは放課後、右を見ても左を見てもカップルだらけだ。シュシリー、2人分のトランシルバニアアイスを買ったよ。あっちのベンチで食べよう。ビビ私は AI なので食べられませんが、お気持ちだけ受け取っておきますね、ダーリン。さすがは令和、女の子同士のカップルも AI と人間カップルも大歓迎なところらしい。これは予想以上に胃がキリキリしますね。大丈夫だ、俺たちが一番まともだぞ。同感だけど、ここまでフリーダムなら俺たちが紛れても誰も気づかないよな。せっかく来たんだから、いろいろ見て回ってみない？そうですね、やっぱり一緒に来てよかったです。そう言ってくれると嬉しいけど、ここで帰るとなんか負けた気がするからさ。同感です。通りも半ばに差し掛かってきたところで、頼りさんが息を呑んだ。頼りさんの視線を追った後、俺もすぐにその開口に身構えることになる。タピオカ。出会ってしまったリア充の象徴に。あの透明のカップを持ってる人からは、漏れなくキラキラとしたオーラが放たれるという、あのタピオカが目の前に。タピオカ、それは大ブームが去ってしまった今でも根強く残るリア充の象徴。むしろ軒並み閉店している昨今で生き残っているタピオカ屋は上質店とも言えよう。緊急作戦会議タイム。はい。店から死角になる柱に隠れると、額に浮かんだ汗を拭う。買おう。決断が早い。実は私も一回飲んでみたかったんです。おしゃれな白玉団子みたいなもんだよね。きっと金粉とか入ってるよ、あれ。金粉？でも500円って書いてありますよ。多分タピオカが売れすぎて物価が壊れてるんじゃないかな。あり得る。物価が壊れたタピオカ、もっと飲んでみたくなりました。じゃあ行くしかないな。待ってください、一つ問題が残ってます。え、何？キリア感を出したら売ってくれないとかあったりしませんか？あり得る。その危険性考えてなかった。ありがとう、頼りさん。いえ、気づけてよかったです。じゃあこなれてる感を出して買おう。どうやって出せるんですか？こなれてる感なんて私無理ですよ。かわいい。うん、さりげなく買うんだ。おしゃれな感じで訪れて、センシティブな感じで注文して、モードな感じで帰ってくる。これで完璧だよ。おしゃれな感じで訪れて、センシティブな感じで注文して、モードな感じで帰ってくる。わかりました。よく覚えられたな。よし、行くぞ。いらっしゃいませ。アースどれにすっかな。なんだアースって。すっかな。
メニュー確認。だがここで悩むと素人感が出てしまうため、瞬時にメニュー全体を視界に入れターゲットを絞る。思いのほか慣れない単語が多く、一瞬の戸惑いが生じる。く、迷うな。迷うのならここはスタンダードに攻めるが吉。このミルクティーでバシッと決めてやる。注文までスムーズに決められたはずだ。タピア恐るるに足らず。こちらミルクフォームのみの提供になりますが、よろしいですか。なんだフォームって。店員からのカウンターに思わず頼りさんと目を合わせる。タピオカはミルクティーなんだからミルクは入っていて当然だろ。じゃあミルクフォームとはなんだ。俺もわかんねえ。答えはわからない。頼りさんも同じ顔をしている。そう、それで動揺が言葉に出る。正直終わった。氷の量はいかがいたしますか。あ、もうお任せで。くずみ清志郎、タピアに敗北。くずみくん、私が仇を取ります。たよりさん、タピアの手の内は見せた。あとは任せた。すみません、あのパッションレモンを。な、意外な選択に驚きはしたが、なるほど、うまい作戦だ。メニューの中には各種のティーが並び、複数のフォームの掛け合わせで構成されているので、どうしたらいいか分かりにくい。その中にあるフルーツ系は至ってシンプル3種類。しかもカラフルな色合いは確実に映えを意識していて、こなれている感じも十分。見事だ、頼りさん、俺は見届けた。こちらタピオカなしになりますが、よろしいでしょうか。タピオカなしだと。タピアなのにタピオカなしとは罠にも程がある。頼りさん、トッピングでタピオカできますけど、いかがしますか。なんだ、タピオカできますって動詞みたいに言うな。タピオカを、それで頼り頼み、タピアにゴーチン。こうして食べた初めてのタピオカは、俺たちに敗北の味を教えてくれたのだった。ごめんね、こんなことに付き合わせちゃって。いや、めちゃくちゃ楽しかったぞ。微妙な空気の中、たよりさんが体力を使い果たした顔で言う。いや、こっちこそごめんっていうか、気にしないでいいよ。今後の参考にもなったしさ。今回のはいわば練習、リハーサルだってこと。彼女ができた時の本番前に失敗できてよかったよ。彼女ができたらってことは、ははん、まだ彼女はいないと見た。いや、いたら頼りさんとこんな危険な遊びしてないからね。むやみに傷口をえぐらないで。ごめん。でも彼女じゃない私にこれだけ付き合ってくれるんだから、いつかきっと素敵な彼女ができるよ。そうかな、そんな気が全くしないんだけど。私もパートナーなんてできる気はしないけど、好きな人と今日みたいにワイワイできたら毎日が楽しそうだよね。それはそうだね。確かに頼りさんと過ごすのは本当に楽しかった。一人では後悔ばかりの失敗も、二人ならちょっとした思い出にできるというか、彼女との楽しい放課後デート、そんな甘酸っぱそうなものを今までは想像すらできなかったけど、頼りさんとの放課後3作のおかげで想像ぐらいはつくようになったのはでかい。そういえば頼りさん敬語じゃなくなったね。え、あれ、そうだったっけ。そうだった。ごめんね、一緒に遊んじゃってたから。うん、同じクラスメートだし、その方が俺も嬉しいよ。それは本音だ。それに確かに今日だけで仲良くなれた気がする。くずみくんはクラスメイトを呼ぶときはさん付けするの？うん、基本はするけど、仲いい人は呼び捨てとかあだ名にしてるかな。じゃあ私も頼りって呼び捨てでいいよ。頼みじゃダメなの？はは、ありがとう。じゃあそうさせてもらうよ、頼り。うん、よろしくね、くずみくん。仲良くなれたどころか、ちょっとした同志感も出てきている。一緒に書いた恥がそうさせたのなら、タピオカも悪くなかったのかもしれない。私はこっちだ。俺はこっちだから、ここでお別れだね。じゃあ今日は本当にありがとね。また明日学園で。うん、それじゃあね。うん、バイバイ。去っていく頼りさんの背中を見て、例えば放課後デートはこんな風に終わるのかな、なんて考えた。俺みたいなやつでもできたらいいな、放課後デート。ん？あまり意識したことなかったけど、デートするならどんな子だろうか。例えばそうだな。身寄りのないワンちゃんたちを助けるために、
願いいたします。ん、あ、ここで出てきた、あのもう一人出てきてなかった子、制服姿で募金箱を持った女の子たちがいた。王女マリアはお嬢様、ありがとうね。その中の一人に小さい子が募金箱にお金を入れてる。ああいう子は単に募金箱にお金を入れるという行為がしたいだけで、そこまでの意味はないと思う。思うのだけど、その上で彼女はちょっとオーバーなくらい喜んで見せている。バイバイ。振り返らずに走り去る子供に律儀に手を振り、声をかけるところからも彼女の優しさを感じる。例えばああいう清楚系な女の子と一緒にデートできたら素敵だろうな。いや素敵だろうけどさ、おい、頼りさんとあんだけ楽しいデートしてて、おい、そりゃないぜ。あ、まあさすがにありえない妄想だけど、同じ町に住んでいても違う学園に通ってることを接点を作ってそんな仲になるとか、いくらなんでもレベルが高すぎる。この子だけ同じ学校じゃないんだね。王女マリアだけそこまで行かずとも、いつかはそんな憧れを抱いて家路に歩いて帰った。すげー、あれだな、満を持して出てきたな、王女マリアはお嬢様。てことで連絡事項は以上だ。放課後だからって浮かれすぎるなよ。ふう、今日も終わったな。鳴り響いたチャイムによってホームルームが終わりを告げる。さて俺もとっとと帰るか。ちょい待ち。荷物をまとめようとしたところでヒデに呼び止められる。どうした、俺になんか用事か。まあそんなとこ、つってもやるのは俺じゃなくて五郎だけどな。やる、は、お前ら、もしかして、もしかして、やっぱり俺の体目当てだったのか。俺の声に教室中がどよめき出す。そうだよな、同じクラスに体目当てのクラスメイドが2人もいたんじゃ気が気じゃないもんな。特に男子。ちげえよ。てかやっぱりってなんだよ、やっぱりって。誰が好き好んで男のお前を襲うって言うんだよ。え、違うの。当たり前だろ。まあ俺の言い方も悪かったけどさ。ヒデ、お前がそっちの趣味だったなんて知らなかったぞ。もともとはてめえのせいだろうが。まあ、五郎はそう思われそうな見た目してるけどな。それで結局何の話なんだ。クラスメートたちの誤解をなんとか解き、改めて3人で集合する。若干残念そうにしていた女子のことは見なかったことにしておこう。友情の証としてお前を占ってやるよ。ああ、そういえばなんかこいつ占いできるみたいな、そんなのあったな。は、占い。実はこいつ占いにハマってるんだ。なんでまた占いに。失礼ながらゴロの見た目からして占いに興味があるようには思えない。占いが上手くなると女の子が話しかけてくれるからだ、うん、潔いぐらいの動機。あれ、最近耳掃除してなかったか、悪い日で耳かき持ってない。おう、あるぜ。なんであるんだ。占いが上手くなると女の子が話しかけてくれるからだ。2回も言いやがった。どうやらさっきというか今言った一言は幻聴ではなかったようだ。いや、うん、女子が占い好きなのはわかる、わかるけど、そこでどうして五郎が占いを始めるんだよ。普通に話せばいいだろ。普通だと。普通に話せたら、わてだって占いなんて始めてねえよ。今度は教室中に響き渡る五郎の声。どうやら俺は騒がしいクラスに転校してしまったらしい。わて、自分でも分かってるんだ。こんな見た目してるし、女子から距離を置かれてること。でもわてだって普通に女子と話してキャッキャウフしたいんだよ。なるほど、それで女子も占いが好きだから話すきっかけを作ろうと思ったってわけか。五郎の悩みは俺が想像していた以上に切実だった。ああ、こんなゴリラみたいな見た目でもワテの占いは当たるって評判で、最近じゃ朝の占いより学園のゴリラ占いって言われてる。悲しいな、なんかもうそれただの悪口なんですけど。おかげで女子と話す機会も増えて占いのバリエーションも増えちまってな。そうか、よかったな。五郎本人が喜んでんのだから水を差すこともないだろう。
気づかない方が幸せなことなんてこの世界にはきっと溢れているんだ。つうことで友情の証としてキヨのこと占ってやりたいんだとよ。ちなみに五郎の占いは本物だぜ。今のところ的中率 100% だからな。すげえな、マジか。的中率 100% と言われればあまり占いに興味がない俺でも占ってもらいたくなる。それでどんな占い方法なんだ？やっぱり定番のカードを使うやつとか、それとも水晶を覗き込んだりするのか？そっちもできるんだが、新しい占いの実験も兼ねて今日は特別なやつだ。何を占ってほしい？何でもいいぞ。そうだな、俺にとって新生活でもあるし、出会い運とか占えるなら下校のドキドキ感が増すかも。あるぞ、出会い運。マジで？じゃあそれでよろしく。任せろ。そう言ってゴロはなぜかその手を自分の頭に、そしてそのまま、何をご乱心したのか。ゴロは自分の髪の毛を数本引きちぎる。何なの、この人怖いんだけど。俺が知らないだけでポピュラーな占い方法なの？高い建物が多いとこで街に不慣れなこと、出会いがありそうだな。高い建物が多いところで街に不慣れな子、頼りのことかい？おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が二人いるな。しかも一人は飴を舐めてるっぽいぞ。あ、ヨウカとギャルの子だ。魚が泳いでそうな場所の近くがラッキースポットなんだな。クズミ班の背後に何やら気配を感じる。これは誰かわからん。小さな公園がある通りが見える。そこに3人、いや4人組で帰ってる姿が見えるぞ。ユキコ先輩だな。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの元？これは王女マリアか。おお、やったぞクズミハン。これから多くの出会いが待ち受けてるらしい。よかったな。いやいやいや、俺はいいけど髪の毛は今の絶対毛根ご臨終なさったよね。というか今のでどうやって占ったんだ？五郎の占いは奇抜なやつ多いからな。多いからなじゃねえよ、ちょっとトラウマもんの占い方法なんだけど。これも友情のためだ、致し方ない。お前は友情にどんだけ体張ってんだよ。すでに一歩引いた距離感になっちゃってるんですけど。まあ確かにクズミ班の言う通り、この占い方法はちょっと刺激が強すぎたな。女子にやったら引くぞ。主にお前の頭皮と毛根にな。と言っても占いの結果は間違いない、安心していいぞ。いや俺としては全然安心できないんだけど。またして欲しかったら言ってくれよ。おお、ありがとな。とりあえず次の占い方法は普通のものにしてもらおう。そう心に誓い俺は教室を後にしたのだった。あ、ゴロそういうなんかこうどこ行ったらいいのかアドバイザー的にな役目もしてくれんの？あ、そのなんだ、え、うそーん。下校のドキドキを体験しよう。下校時にヒロインと出会ったり会いに行くためにいくつもある下校スポットを自由に選んで下校ルートを決めましょう。嘘でしょ？体験版なのにここまでやらしてもらっていいのかい？すごいな。ヒロインを見かけたら声をかけよう。下校中にヒロインと出会えたらヒロインに声をかけたりするなどアクションを取ることができる。気になるヒロインとのきっかけを作ってください。興味がありそうな話題や返答を選んで会話をうまく盛り上げよう。うまくいくと帰り際に名残惜しそうにしてくれたりとヒロインとの距離が縮まる瞬間を実感できます。なんといういっぱいあるな行き先。あ、でも4つ選べんのか。ちょっと待って、一回セーブしたいんだけど。セーブさせてほしい。なんだこれ。あ、ヒントが見れるんだ。もうじゃあゴロー必要ね。ここでヒント見れるならもうゴローの存在価値。わ、超セーブして、あー、できたできた、セーブ画面いけた。チャンネル登録よろしくにゃん。